はい、今回は、友達とは友達とは友達とは友達友達とは友達とは何か何か、うん、友達とはそう考えたら結構深いテーマやね。そうね、そうね。友達とは、うん、友達友達あそうだね。友達って言ったら誰が友達といえば、うん、俺たち。まあそう。ああ、そう。これはあのオリスタメンバーっていう。オリスタやからね。一応、うん。ちょっと違うかもしれない。まあ、うん。まあでもやっぱり大人になったら、うん、友達っていうより仕事仲間が増えるっていう感じだね。ああ、そうかな。まあ確かにね。まあ、でも大人になってからそんななんかこう、二十歳前半とかだったらさ、うん、前半ぐらいまではなんかこう、普通にこう、遊んでたイメージあるけど、うん、やっぱ後半とかさ、なってくるとさ、なんか遊ばんよね。そうね。ね、別に。だからみんな家庭を持ったり。そうそうそう、家庭を持ったり、なんか。仕事が疲れたからもう。そうね、もう。遊ばなくなるよね。遊ばなくなるね、不思議とね。うん、そう。うん、そうだね。だからプライベートの時間、友達、地元の友達で集まって、うん、なんかやるっていう体力がないんで、うん、そうだね。昔は確かに、うん、昔はあったけど、やっぱだんだんね、そうやっぱ結婚したりしてね、うん、もう誘いづらくなるね、やっぱ結婚が一番でかいね、うん、やっぱ家庭持っちゃうとさ、持った人友達がね、家庭持っちゃうと、もなんて気使うっていうか、うんうん、もっと誘っていいんやろうかみたいな、うん、なるよね。確かにね。確かに。確かに。あ、でもね、春とか、年明け、うん、年明け、あの昔の幼なじみと集まって、なんかね、しゃぶしゃぶ温野菜行ったりとか。だけど、それは年に1回ぐらいだ。で、毎週集まって。集まらんのな。で月2回とかさ、あ、昔はそんぐらいの頻度でさ、まあ遊んでたけど、ね、遊んでたけど、見えるよね、まあ、まあ、よう遊んでもね、1回とか、集まってね、まあ、同窓会的な感じで、ね、うん、そう考えたら、同窓会なんかね、しょっちゅうやってるけど、はい、誰が、誰と、だからなんか、同窓会じゃないか、増田君とか違うのか、ちょっと違うかもしれない、彼特殊やからさ。彼はね、うん、あ、予防さんは俺予防さん、うん、友達、まあ、友達は本当と結婚みんなしたからね、やっぱね、あと県外で飛ぶし、みんな、あ、そうか、県外ない、うん、で、帰ってきても俺はサービス業やから、うん、会えるのよね、うん、ゴールデンウィークとかああいう年末選手とか仕事やから、うん、100%、うん、結局会わずに帰っちゃうって向こうも、あ、そうか、うん、なかなか切ないものが、そうだね、で仲良かった友達はみんな結婚したから、あ、そうか、うん、もう今はね連絡取らんっていうか、そんな、あ、連絡取らんも行きたい、取らんでもう、ね、全然で仲良かったらもう取らんくなったっていうか、やっぱ不思議とさ、やっぱその中学、まあ、中学から高校卒業して、うん、あ、高校卒業して中学から高校行くじゃん、うんうん、高校行ったらその中学の遊んでた友達も集まんくなるの。そうやね、あ、うん、だ高校もそうやけど、うん、だからなんて言うんだろう、とにかく高校卒業してから会ってない友達やったらずっと会ってない、うん、要は、あ、うん、だから俺中学の友達なんかもほぼ会ってない、会ってない、ほぼっていうかもう言ってみればいい、中学以来会ってない。中学、パーパーとかは中学じゃない。違う。資格とか。もう違う。資格。ああ、そうやって。うん。だから。確かに、もう中学以来会ってない、そうやね。うん。ああ。中、そうか、そうやね。そうやね。高校の時の友達はまあ、ね、まあそうよね、高校の時の友達が何かあるんだけ ど中学ないよ、ないよ、なんか俺もないよ、やっぱ中学以外は何もないもんね、そう、何もないもん、中学までまでまでね、まで、そうそうね、なんか不思議よね、うん、
小学校とかになったらなおのことないよね。あ、小学校は結局小学校から中学校行くから、うん、あそうか、で、まあ、結局は中学かなっていうので、自分は地元でも結構大きい中学校やったけど、うん、なんかごった返しまくって3年間経ったなって、うん、何それ何やろ、もう楽しかったことは楽しかったけど結構やっぱ連絡は取らない。ああ結構プラスやっぱ頻繁に連絡取り合ってないとどうしてもなんか薄くなってしまう。確かにそうだね、あの人間と不思議でさ、連絡取ってない友達ってさ、あ、友達に限らず連絡取ってない人ってさ、もう一回取らなかったら取りづらい。そうね。あ、もう期間空いちゃうと、うん、で久々に送ってもいいんやけどさ、うん、ちょっとその送りづらいよね、うん、送っていいんやろうかみたいな。よう聞く悲しい話で、うん、久しぶりに友達から連絡があって行ったら、うん、あのマルチ商法でしたって。ああ、それは知らん、それはないな。ネズミ講の勧誘でしたみたいな。それはないな。でもよう聞くからめちゃ都合がいいね来てる。そうそうそう、ああ久しぶりって、こういういい商品があるんだけどって。そうそうそういうのはそういうのよう聞くから、うん、そうそう、どことは言わないけど、まあまあまああるよね、そういうのもね。うん、そっちの知り合いの人とかそれで友達をなくしてるっていう聞くから、うん、まあそうね、そういう人は友達をなくすっていう感覚がないかな。そういうことをしたら分かるんですよね。まあ損得勘定みたいな感じ、うん、いや、あの特にさ、あの金の貸し借り、ああ金の切れ目や縁の切れ目、そうそうそう、いうね、金貸したらあげたと思いって、ああよく言うじゃん、いいこと言ったよく言う、詳しい詳しい、うん、詳しい、貸したらあげたと思い、それは洋さんは貸した側、そう貸した側、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 金はね、そうやね、まあ金の話よ、うん、ここは友達だ、友達が手の話、昔親友とかおった、親友でもおらんかった。あ、親友は。親友っておらんの。親友ってなんか、わからん。親友ってなんか、どういうの、どういうの親友って。親友ってわからん。別に。親友って何なんだろう。なんかの、いいのはあったけど。まあな。うん。親友って本当に、その友達の中でもかなり親しい友達ってことね。あ、だから、兄弟感覚みたいな。兄弟感覚なんかな。それぐらいの友達でしょ。うん、言ってみりゃ、うん。だから、あれだよ。なんか、何だっけ、昔流行ってたの、修二と明だったっけ、うん、地元で負け知らず知らんオンチやった、あの青春アミーゴ、あーあのあれ、あのタッキー、タッキーに打つ技、そうそうそう、ああいうイメージなんかよ、いやあれは単なるユニットでしょ。ユニット、それ言ったらおしまいやけど、まあそうよ、いわゆるイメージとしては、うん、なんかまあまあ、ずっと一緒にいるなって、この二人。ああ、そんな感じかもしれないね。他人が見て親友って決めた親友なんですよね。ああ、そっか。そういうことかもしれないね。自分らで意識してなくても。ああ、それ結構でかいかもね。友達は、友達は大事です。友達は連絡ちょくちょく取りましょうね。どうしよう。はい。長くなりすぎた。なりすぎた。なりすぎた。